いや、どうもこんにちは、バンでございます。この T シャツですごい動画撮ってる感じがしますけど、本当に今日はやたらとよく喋ってます。元気ですか？これこの間見せたデジタルベタ焼きをフィルムで撮ったやつね。よっ、こういうふうにアクリル板に貼ってるだけ。見えるかな？これまだスキャンしてないんでね、早いうちにスキャンしてしまいたいところでございますけども、なかなかフィルムまで手が回らないと言いながらね、明日はローライコードを買ってきたやつをね、いい加減に真面目に使おうと思って、フィルム1本通せてないんだけど、どのみち間に合わないので、デジタルと、ローライコードとね、一緒に両方持っていって、海岸でちょっと水バッチャンバッチャンやるのと、岩をガリガリを取りに行こうというふうに思っております。最近ね、その岩手行ってきたことがすごく僕的には勉強になって、スナップ領域で撮るものと、街スナップね、すごい大好きなんだけど、それだけでもう作品としてはなかなか成立せんなというのがいい加減分かってきたというか、スナップと作品分けろって話よね、結局ね。スナップというか、楽しみで撮ってるやつと作品はやっぱある程度分けないといかんな。でも分けすぎちゃうのもなんか楽しくなくなっちゃうしというか、分けてもその、なんていうの、バンドマンの時代もよくそういえばそういうこと考えたなって、甘い考えなんだけど、自分が好きなことを好き放題やって、それがなぜか作品として評価を受けるなら、そんないいことないでしょ。楽じゃないですか、自分が。で、僕基本楽がしたいので、で YouTube の動画については、例えばだけど、僕喋るのって何の訓練もしたことないし、写真撮るのも好きでやってるし、仕事でやってるからやらなきゃいけない部分、やらなきゃいけないと言いながら、やりたくてしょうがないの、結局。写真好きで好きでしょうがないの。だから毎日毎日写真撮ってるの全く苦じゃないどころか、でもお金払っても写真撮らせてよっていうぐらいだから、写真撮るのはすごく楽しいんですね。で、今日も結局カメラの話になるんだけど、カメラも大好きだし、で写真のことで人と会っていろいろ話すのも大好きですね。ただカメラマン、いわゆる職業カメラマンの友達は作らないんで、その知り合い友達いるけど、別にそう会って話すことないんで、たまに会って近況報告で十分だから。そういう感じですけどね、その写真を楽しむ仲間同士で会ったりするのが結構楽しいね。そういうのはすごい頻繁にわざと積極的に行ってますけども、そういうふうでね、結局写真を撮るのは好きなんだけど、その写真を撮る好きな自分が喋れなくなってるぞ。写真を撮るのが好きだからといって、それがそのまま好き放題やったことがお金になるかっていうと、そんなことないわけで。ここね、前例えてね、すごいめっちゃ笑われたのがね、露出狂の人が期待もしないで、さあ見てくれっつって、こう脱いで、こうダップダップのケムクジャラのおじさんが脱いだところで、その露出狂の人本人は鏡を見てもね、その脳内補正がかかってるから、鏡見ても俺の体は美しいはずだと、別に美しいのは評価軸はそれぞれでいいから、その人にとってその人が美しいと思えば、自分の体がね、いいことはいいことだよね、それね。だからいいんじゃねえのと思うんだけど、それを他人が見た時にその体を見たいと思うか、天達さんですよ、そのお金を払ってまで見たいかどうかって言って、やっぱ様子は変わってくるわけで。で、逆にですよ、ストリッパーの女性の人がいるとします。綺麗な体ね、その対外的に綺麗な体をした人がいるとして、ストリッパーの女性自身は自分の体に興味がなかったり、自分がなんかこう見せたいわけじゃないのよ私はって思うとしても、見せると素晴らしい、美しいって言ってお金を払う人がいっぱい来れば、それが商売になるわけでしょ。ストリップはストレートにそういう仕事かっていうと、日本の場合ちょっと違うけどね。というふうに思うので、そういうふうに例えると分かりやすいでしょ、きっとね。っていうふうに思うんです。だから写真も撮りたい撮りたい、僕撮るの好き好き、見せたい見せたいって言って見せるにしても、まず技術面とかですね、技術とかその作品としての強度の話で、あなたそんだけのことやってますか、出てますか、それが写真にって、こう非常に冷たい話になっちゃうんだけど、そうよ、僕もそういう目にさらされますからね、当然。作品として出すということはそういうことなんで。であると同時に、他人が見た時にその喜んでくれるものかどうか、喜ぶっていうのはいろんなフェーズがあるし、いろんなパターンがあるから、例えて言うなら、なんかすごい目がピクピクしてる。例えて言うなら、やめとこう、めんどくさい話になるからやめとこう。日本の映画とかね、僕見たいからね。エンタメ方向に振って、その某ジャニーズ事務所のタレントの子が出ているからって言って、喜んで見に行く人はいっぱいいるでしょ。でもあれはあれで喜んでるんだけど、それでいいんだろうかっていう問題に映画好きとしてはなったりするんで、難しいことあるんだけど、ただ世の中に求められているというのは間違いがないので、求められているか求められていないかって言ったら、求められた方がいいでしょうとか、
その先にようやく求められるからって言って、お前それでいいのかっていう話にようやくなってくると思うので、まずは食えなきゃね話が始まらないと思うんで、なんか作品をやるにしても、自分が脱ぎたい脱ぎたいって自分の裸見せたい見せたいと思うにしても、それがその受け入れられるだけの質がまず確保できてるかな、こんなにお腹出てていいのかしらとか、こんなにこうもじゃもじゃに毛が生えてていいのかしらとか、それはどっちでもいいんだけどね僕は、それだったら鍛えなきゃいけないかもしれない、脱毛しなきゃいけないかもしれない、真っ白すぎると白マッチョってちょっと気持ち悪くなるからちょっとぐらいは日に焼いといた方がいいかなとか、そういう配慮があって叱るべきでしょ。実際にやるかどうかは別として、最終的に白マッチョのまま出る、毛むくじゃらのまま出る、それは個人の選択として行われたものだったらいいと思うんですけども、僕がスナップでその辺で街角スナップで撮ってるのって結構ね、その撮りたがりおじさんの部分が多いですよね。で、作例として出すとちょうど都合が良かったりとかして、レンズの説明をするのにね、その RF の 35mm の作例も出しましたけども、あれをやるとちょうどいい感じにこうレンズ説明になったりとかするので重宝して使っていたりするんですけども、最近なんかでもそういうのはもうほっといてもどんどん撮るんで、そこに注力するのはやめようと思って、そうじゃない意識をね、気持ちをね、じゃなくて作品になるものをちゃんと撮らなきゃいけないなっていうことを考えておりまして、それが岩手に行ったおかげ、岩手の夏木さん見てるありがとう、いやマジで世話になってね、また近いうち行きたい。で、そういうふうに考えていくと、その作品を撮る用のカメラとスナップを遊びで撮る用のカメラを結構積極的に変えちゃっていいなというのと、あとはね、旅に出るでしょ、だから旅写真ものの話をひよっこ写真度でまた近いうちにします。なんでかっていうと、旅に出て写真を撮るっていうことはね、意外と整理しないとね、僕の場合はね、なかなかうまいこと取り組めてないんですよ、まだまだ。だから YouTube でやってることについては、写真を撮るじゃん、結局撮るでしょ、皆さん病気の方は今大きくうなずいておられるでしょう、何が何でも撮るんですよ、いやおなしに撮るんですよ。ただ撮るのをどういう角度で撮ろう、どういう身のこなしで撮ろうとか、最終的にどこを狙って撮ろうっていうので、やり方、身のこなし、機材が変わってくるんだけど、僕の場合最近ちょっとまた組み替えが起きましてですね、沖縄行った時に APS-C サイズセンサーを搭載しました、アルファ6300、このね、今動画撮ってるやつ、あ、そういえばソニーのカメラ残ってたな、ソニーのカメラだいぶ売り飛ばしたんだけど、動画用にアルファ6300残してましたね、三脚で使うようなので手ブレ補正なしで OK で、このカメラをスチル用に持ってって、でスナップ用で使ったんですね。で、最終的に突き詰めて言うと、ソニーの APS-C 機の画質がね、あんま好きじゃないんですよ、スチルで使う分にはね、動画ではちょうどいいんだけどっていうことが、あとね、ちょうどいいレンズがないの、ソニーの APS-C。 ようやくなんか今度標準ズーム域の F2.8 投資の G レンズ出るみたいですね、もうね、えらい値段13、4万するし、遅いしね、まあまあまあ、あんまりよそのこと言ってもあれですけども、今頃出たかっていう感じですね。で、 APS-C はすごくレンズが不遇なので、トゥイートと組み合わせたりなんだかんだやるんですけど、やっぱこう違うなというので、結局フルサイズに戻り、でそこから、まあ、キャノン機に乗り換えてしまったので、キャノン機にしたんですけど、なんで APS-C にしたかっていうと、いわゆる風景とか人物とか、なんだろう、画質がものすごく、いわゆるトーンとかダイナミックレンジとか、色のりの良さとかが求められる写真については、作品用のカメラとしてまあフルサイズ、できれば中盤いっちゃいたいんだけど、とりあえずフルサイズ、いわゆるね、135の135とかライカ版とか、35mm 版とかいろんな表現しますけど、ね、36mm×24mm のあのセンサーサイズね、を使って、まあ EOS R ですよ、 EOS R をメインで使うと、ああいいだろうなって、これちょうどいいだろうなっていうふうに思っているんですね。でそれはそれで確定で、だけどそれをずっと持って街角の、まあ、空いた日とか市街地に行ったりとかすると、まあ、街角スナップは楽しいから撮りたくなるし、 YouTube の動画絡みでもね、あの X3000 ってちっちゃいアクションカムこうやって持ちながら、あの世界各地で不審者をやりながら、あれ結構こっちやってるこっちも楽しいし、あの楽しみに見てくれている人たちもいるので、そういうのに、そういう動画にね、使うのにスナップ写真もいいよね、旅の記録としても楽しいよねって思うので、何かしらカメラが欲しいんですね。で RX100 をこの間改めて買ったでしょ、あれね、色があんまりその記憶色に近いような色の出方はしないんです。結構寂しい色の出方をするんで、そうかって、センサーサイズもちっちゃいから色は乗りにくいよねっていうので、
モノクロのハードなスナップを人混みにこうやって入ってってこうパチ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 って取りまくるようなスナップ、モノクロでハードなやつやるのにはものすごくいいの。トーンの出方も大好きで、ではあるんだけど、そこはちょっとカラーで旅の記録系の写真撮るにはちょっと画質が及ばないなって言って、とりあえずまああれはあれで持ってくるんですね、常に持ってくるんだけど、でも旅のちょいちょい撮りのカメラとしては違うな。で次に GX7M3 持ってるんですね、パナソニック製のマイクロフォーサーズのカメラを持ってて、あれはあれですっごい気に入ってるんだけど、あれもだいぶ渋くてハードな写りするんですよ。でね、パナライカのレンズが結構色を抑えた描写をするし、小型軽量で最高なんだけどね。でやっぱ改めてあのハードディスクから引っ張り出してライトルームでいじくり回してみても、やっぱりこうパッと見た感じの、あ緑が綺麗とか、あ海ポストが綺麗とかっていうストレートな色はちょっと出てくれにくいんですね。でキャノンに乗り換えたのはその辺が楽ちんで乗り換えたっていう部分が大きいのでと思っていたら、YouTube でですね、YouTube ごめんごめん、 Twitter でお友達になった宮原さんという友達が EOS M6 持ってるから使ってみますっていう、でちょっと貸してくれて、逆にあの EOS RP を貸し出して半日ぐらい交換したのかな。でその辺をこううろうろしながら EOS M6 初代の方ね、 EOS M6 と、なんだっけレンズ、あの標準ズーム 18-55mm の旧標準ズームのキットレンズのやつと、あの噂に名高い 22mmF2 の STM ね、あのレンズを2本貸してくれて、でうろうろしたね。バッテリーがね EOS RP と共有なのね。で、あこれはいいやっつってその辺をうろうろした。めっちゃちまあ、帰っちゃったからもう物がなくてごめんね。すごくちっちゃくて軽くて、でちょっとね正直なところ、まあ、インプレッションの話をしておくと、ちょっと動作もっさり、めちゃくちゃ速い感じではないし、なんだろう、もちろん液晶、背面液晶はあるんだけど、ファインダーは後付けでね、外付けのやつを2万円ぐらいのやつをつけないとこうやって覗くことはできないし、露出補正ダイヤルがちょっと遠くて硬いのね。ここの右上のところについてて結構硬い感じがするので、毎回よいしょってこうやんなきゃいけない感じが、ちょっと速射性にはあまりね欠けるカメラなのかなと思ったんだけど、まあいいんじゃねえのっていう感じ。とにかくちっちゃいから、でこれをサブカメラで持ち歩いて、ある意味ではその作品でよし、あれを撮るぞっつって、作品としてはもっとねその流れる息を吸うように息を吐くようにひたすらどっかにいればひたすら撮り倒しちゃうんだけど、そういう写真は逆にもっともっと軽くてちっちゃいカメラで簡単に楽しめるようにしちゃって、で作品をもっときちんとプリント作るぞっていう前提で気合いの入ったやつをデジタルなりね、フルサイズなりフィルムなりで撮らなきゃっていうふうに思ってるんです。そこを明確に分けるために PSC いいよね、 M6 いいよね、 M6 借りて撮ったら全然画質良くてびっくりしちゃった。あのね、いつも言ってる通り、センサーサイズがちっちゃければちっちゃいほど写りってちょっとハードな写りになるんですよ。ちょっと硬いというかガサガサしたというか、色もちっちゃくなればなるほど色も乗りにくくなっていくし、ダイナミックレンジも狭くなっていくし、その代わりにモノクロにした時なんかにいい感じにエッジがガリッとしてくれる部分があるんですね。多分個人の印象もあると思うんだけど、っていう風なので、ちょうどフルサイズでモノクロでその辺の街中、まあ盛岡とかも撮ったんだけど、その辺のスナップ撮るとリッチすぎちゃう時があるんですよ。でしかもキヤノンのフルサイズセンサーで、レンズが例えば 24-105F4L とか使うと、人間の肌を撮った時にまろやかにこう女の子綺麗だな、お肌綺麗だなってこうプニプニしたくなるような写りを理想とされて作っているので、ガリガリとの写りはかなりのところまでいけるんですよ。かなりのところまでいけるんだけども、なんて言うんだろう、ちょっと優しい感じがしちゃって、ああもうちょっと惜しかったなっていう部分はあるんですね。でもまあ90点ぐらいいくんで、僕の感覚で言うと、そのあたりをどう折り合いつけようかなって考えた時に、センサーサイズを下げるのが一番簡単で、でもソニーの時はセンサーサイズを下げると今度はそれに見合うレンズがないんですよ。でフルサイズ用のレンズをちっちゃなボディにわざわざつけるのって意味がないので、僕からするとね意味がないと思うので、まあ意味それをやってもしょうがないもんなって言って、あと気持ちが悪いですね。フルサイズ用のセンサーはフルサイズのボディで使わなきゃいけないような気がして、なんてこうずっと落ち着かないんですよ。こうもや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 した気持ちを抱えて撮ること、あと逆にあの何フルサイズのセンサーのカメラに APS-C のレンズつけてクロップするのももう嫌いなんですよ。もうどうも気持ち悪くて気持ち悪くてしょうがないので、
だそれを考えるとね、APS-C サイズセンサーのカメラで、しかも EOS M6 がすごく良かったんで、ってふと考えてみたら、EOS M6 Mark II出るのね、今度。EOS M6 Mark II は、これは欲しいなと思ったのはね、画素数はまあいいんだけど、多分、まだ触ってない。まだ触ってないんだけど、多分 EOS M6 よりも結構動作キビキビするんでしょうね、きっとね。ディジック8になったのが、それはどう影響するのか、画質以外にどう影響するのか分かんないけど、画素数3000万画素超えたのはまあまあ別にいいし、やばいやばい電池が切れる、やばいやばい電池が切れた、今録画再開ね、 OKOK で、画素数はまあ別にそういらないし、正直2000万画素くらいで十分なんですよ本当は。だけどまあまあまあね、で画素数 OK だし、あと連写はめちゃくちゃに連写が速くなったらしいんですけど、まあ、ごめんねその辺はあの他の YouTuber の方で詳しい方がいくらでも教えてくれると思うんで、連写が速いのも別にいいし、即挙が画面の端っこの方までいけるようになりましたとかっていうのもまあ別にいいし、ただまあ動作のキビキビ感とダイヤル配置、あともう一個、なんで 6D65mm で M6 Mark II がなぜ欲しくなったかっていうと、 FV モードが搭載されたんですよ今度。まあ、あのモードダイヤルを見て確認したんで FV って書いてあったから間違いないですね。 FV モードこの間ね YouTube のもお知らせした通り、 FV モードすごく気に入ってまして、こいつはいいやっていう風に思っておりましたね。あとはやっぱりね、レンズの写りが 22mm が非常に良かった、だしキットレンズの 18-55mm の方、今 15-45mm かなんかが標準に新しくなりましたけど、あれもね作例を僕はまだ使ったことないですけど、作例を見てるとなんか全然良さそうだなっていう感じがするし、 9-18-55mm ですら非常に良かったので、あこんな映るんだ、ちょっと甘いけどねさすがに、こんな映るあれも良くないみたいな感じがしてしまって、まあ、唯一の問題はカールツァイスのレンズが使えない、トゥイートがソニーと富士用には出るけどキャノン用には出ない、なんででしょうねあれ。トゥイートってどこ作ってるんだろうかね、なんかまあまあいろんなその大人の事情があってキャノン用には作れないんでしょうけど、コシナ製のやつはあるからね。 EOS M6 がバカすか売れるんだ、あれってあんまり売れてないんだってね。だから EOS M シリーズの画質、僕 EOS M シリーズ初めてだったんです、使ったの。だから初めて使ったので、作例最後にまとめるからね、初めて使ったおかげで、そのおかげでというか、これまで EOS M シリーズなんて気にしたこともなかったので、どれぐらいの画質があるのというか、 EOS R だってあのツイッターのお友達が作例を写真をね自分の写真撮ってガンガンアップしてた、こんないいトーンが出るんだ、へーって感心して初めて興味持ったぐらいなので、やっぱねカメラの機能のねカタログスペックの部分でばっかりうんぬんして、そこばっかり盛り上がりがちで数字がでかいから、だけどやっぱレビューですって言って、その何ブログなんかでもさ、レビューですって言って数字並べて終わりみたいなのって、いや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 、それないでしょっていう話になるから、それはレビューとはさすがに呼べないですよね。だからなかなかもう僕も今これレビューじゃないよ、もちろんね EOS M6 のレビューには軽くなってると思うんだけど、結果的にね写真をアップするからなってると思うんだけど、そのあたりですね。だから EOS M6 がちょっと動作もたっとしてたり、ちょっとボタンダイヤル配置がちょっと違うなと思ったところが、M6 Mark II でどうやら改善されてくるんではないかなと思うので、ちょっと実機を試してみるのが非常に楽しみで、 EOS RP と電池が共有なので予備バッテリーを買う必要がなかったり、あとレンズも安いですね。標準ズームが 24,700円だったり、22mm もそんなもんですよね。で32mm の標準単焦点っていうのがあって、 F1.4 のやつがね、あれはあれで写り良さそうですね。あれが大体4万5000円とかそんなもんだと思うんで、まあそういう感じですよねって。 22mm とサイズもちっちゃいし、 22mm と15から45mm ね、そのあたりは欲しいなって思いながら、出た時にいきなり買うととんでもない値段なので、ちょっと様子を見ようかな。YouTuber 的には出たやつを直後に買うのが一番やっぱね、アクセスが伸びていいって言うんだけど、あんまり俺 YouTuber じゃないから、その辺はね、すごく気が向いたら、わーって買うと思いますけどね。で、ちなみに今発売日がいつかもよくわかってないんで、9月って言ったっけ？まあその後、あたり、後で調べようと思ってます。そんだけで、気軽なカメラと本気の作品撮りカメラをちょっと分けてみようというチャレンジ、をして、まあ、それがうまくいくかうまくいかないかよくわかんないですけどね。
でも本当ね、 YouTube で台湾行ったとかつって動画いろいろアップしてるでしょ。あれの時はやっぱり気軽なカメラの方が動画も撮りやすいし、身動きも撮りやすいし、だから結局みんな見てるとその写真の撮り方というよりも一緒になんか旅行に行ったような気になって楽しいなっていうコメントをいっぱいもらってるから、まあ多分そういう方向で楽しんでくれてるかと思うと、作品を撮る時ってもっとむっつりこうなんていうの、最前線くんやりにこう、しかもよりごついカメラでっていう、こう目をしながら一人でうろうろして不審者とかもっとすごいんで、だから動画を台南行った時にも思ったんだけど、動画を撮らなきゃというほど撮らなきゃと思ってないんだけど、動画を撮るのとスナップをするのと作品を撮るのが混ざっちゃってるんで、だからもうお楽しみスナップと動画を一緒にして作品撮ってる時は別にすればいいんじゃないのっていうような、そんな風な結論に達しましてですね、私は一体何をしているんだろうってよく分かんないんですけども、そういう変化も一緒に楽しんでもらえると私も嬉しいですよ。そんなわけで皆さんも毎日毎日ね、もうよく飽きもしないで毎日カメラのことばっかりやってるなと思いますけども、みんな一緒に写真の本質に迫っていきたいですね。そんなわけでフィルム編、明日ねフィルム編やるんで、ローライコードの使い方からちょっとね動画にしたら面白いだろうなと思ってやると思ってます。じゃあまた。